国民健康保険神谷萩病院は岐阜県江那市にある江那市が運営する病院。全国に900以上ある国民健康保険診療施設の一つである。1975年に旧神谷萩町に国民健康保険神谷萩診療所として設置され、2004年に合併とともに江那市所管となって現在に至る。神谷萩病院は診療科12科。 病床数52床を有す江名市南部に立地する病院である臨床研修協力施設救急指定病院として岐阜県知事により告示されている。上谷萩病院の立地する江名市上谷萩町は過疎地域自立促進特別措置法及び山村振興法に指定されている過疎地域であり、地域の高齢化率も40%に迫ることもあって、他に 医療機関も少ないため、本院は地域医療を担う中核病院となっている。また本院は平基地医療拠点病院に指定されており、平基地診療所への医師派遣などを通じて平基地における医療基盤維持を支援している。しかし本院でも医師は不足しており、以前よりも診療科が減少したり肺下となった診療科もあるなど厳しい状況にある。診療面の特徴としては、 本院では、公立の病院としては珍しく夜間診療を行っている。また、神谷萩病院は二次医療機関として、江那市南部の救急医療の拠点となっている。設備面の特徴としては、ヘリカル CT やマンモグラフィなどの高度医療機器を備えている。その他の特徴として、神谷萩総合保健福祉センターや、訪問看護ステーションなどが併設されるなど、医療だけでなく、 保険・福祉分野においても地域の中核拠点となるなど他の国保施設同様に包括ケアにも積極的に取り組んでいる。また糖尿病教室などを通じた啓発活動も行われている。ありがとうございます。